界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りする夜のドラマハウス。こんばんは、半径子です。古川敏夫です。大塚舞子です。今日のテーマは私の風ソーダウィンド新しいアルバムの中から愛は蜃気楼です。たった一度の約束をあなたはなぜに破るのですか。昨日二人でキャンバスに描いた愛は蜃気楼。心にようやく町らしい町になってきた。頑張った甲斐があったわね、ママ。もう少しだ。6年前この星に来た時にはとても住めるようなところじゃなかった。俺たちは地球にはいられなかったからな。あなた見て、ん、気圧計は600ミリバール。そうか、空気濃度がぐんぐん増えてるんだ。この分だと1週間後には大気層が完成して、この面倒なヘルメットも防護服も脱ぎ捨てられるんだ。そうしたらスピーカーを通した声じゃなくて前みたいにあなたの生の声が聞こえるのね。風だ、風の音だ。パパ怖い。マイコには初めての体験ね。大丈夫よ、これが風なのよ。風？風なんて地球では当たり前のことだけどな。変よパパ、何かが頬を触ってるの。うん、それも風なんだよ。気圧の関係で空気が動くんだ。マイクにはまだ難しいかな。わかんない、でも何か気持ちいい。春の風よ。この自然を守らなくちゃ。どうしたんだ。どうしたの。なんてやつらだ。この星の近くを核実験場にするなんて。核実験場。この星の大気はまだ不安定なんだ。そんなことしたらめちゃくちゃになってしまう。なんでわざわざこの近くでやるのかしら。他に妬みだよ。妬み。今地球は汚れ切って綺麗な自然なんかどこにもありゃしない。空気だってフィルターを通して呼吸するしかないんだ。じゃあこの星が綺麗だから。俺たちを追い出しといて今度は嫌がらせか。ほら見て、お花が揺れてる。草がざわざわしてる。面白いよ。ママ、パパ見て。マイコのためにも守らなければ。ミサイルが添えてこの星に。大気層が破壊されたわ。ダメか。ママ、パパ見て、すごいわよ、風が見えるね。ほら、風が見える。あれは違うのよ、あれは。いや、マイコの言う通りだ。あの巨大な雲の流れは悲しい風だわ。あの流れがもうすぐやってくる。俺たちも終わりだ。おしまい。なんで
うわ、そこまで来たわ。マイコ、いろんな風が見れて嬉しいな。夜のドラマハウス、今週の出演、古川俊夫、半恵子、大塚舞子。今日のテーマは半恵子のアルバム「風装ザウィンド」から「愛は蜃気楼」。そして脚本は入中秀留でした。世界中どこでもネスカフェ、ネスカフェでおなじみのネッスル日本がお送りした「夜のドラマハウス」を終わります。お待たせしました。83年度人気アニメ声優ベスト10のお知らせです。皆さんの投票で今年のアニメ声優ベスト10を決めていただきます。はがきに次の4つのことを書いて送ってください。一番好きな男の声優さんの名前を1名、一番好きな女の声優さんの名前を1名、一番好きな劇場アニメ映画のタイトルを1つ、そして一番好きなテレビアニメのタイトルを1つ、以上の4つです。全部の投票はがきの中から抽選で1万円を5名の方に、100名の方にアニメレコード、人気声優サイン色紙、セル画などプレゼントが盛りだくさん。締め切りは4月30日です。宛先は郵便番号100、東京都千代田区有楽町日本放送、人気アニメ声優ベスト10事務局の係です。